歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川ボタンさん、しんのすけさん指定揃って独占インタビュー下編。市川ボタン、市川しんのすけ。市川團十郎さんの長女市川ボタンさんと長男の市川しんのすけさんに日本テレビ市木玲奈アナウンサーが独占インタビュー。市川ボタンさんに声優デビューについて、市川しんのすけさんに最近ハマっていることについて明かされた。ボタンさん声優に挑戦、緊張した。そんなボタンさんは8月公開のアニメ映画で声優に初挑戦。可愛い猫子も披露していました。ボタンさん、難しかったです。初めて挑戦させていただいたので緊張感もありながら、失敗したらどうしようかと、お父さんとか弟もいない中だったので、なんか心細かったですね。市木アナ、しんのすけさんはお姉ちゃんの出演した作品結構見ますか？しんのすけさん2回くらい見たことあります。可愛かったです。最近ハマっていることは、市木アナ、ちなみに前に料理にハマっていたというふうに、しんのすけさん、作ろうと思えば作れますよ。市木アナ、得意料理はありますか？しんのすけさん、キクラゲのスープ。ボタンさん、あ、お、味噌汁じゃない？しんのすけさん、違う、スープ。しんのすけさん、そう、すごい美味しいんだよ、あれが超美味しいですよ。お姉ちゃまも食べてみたことあるよね。ボタンさん、大好き。しんのすけさん、すごい美味しいんですよ、本当にもう世界一。最近ハマっていることは、市木アナ、ボタンさんはハマっていることありますか？ボタンさん、年末に いろいろな面白いテレビ番組がたくさんあったりとか、年始にも面白い番組がたくさんあって、大晦日でもたくさん面白い番組があったので、年末だったり年始にテレビを見ること、2023年どんな1年にしていきたいですか？しんのすけさん、健康でのびのびと育っていきたいと思います。ボタンさん、健康で楽しくみんなでワイワイと盛り上がれるように1年にしたいです。しんのすけさん、本年も2人よろしくお願いいたします。視聴者からのコメントは、しんのすけくんは襲名公演を終えられて役者としての自信がついたように思います。いずれは14代目團十郎として歌舞伎界の頂点に立たる方ですから、将来が楽しみです。しっかりしていてびっくりしました。お二人ともきちんと親に愛されて育っている安定感があると思いました。勸玄子は目に色気があって良い役者さんになりそうです。ボタンちゃんはお父さんに愛されて幸せですね。その他好意的なコメントが多かったです。市川ボタンさん、しんのすけさん指定揃って独占インタビュー下編。市川ボタン、市川しんのすけでした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。